八重好きのアドミン候補の皆様こんにちは。カレンゲームラボのカレンです。前回に引き続き無料で入手可能なこの3名のうち、今回は八重が可愛い全希望天狗について使用感含めどんなキャラなのか見ていきたいと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。水炎全希望天狗の特徴は B ランクキャラ、中距離アタッカータイプ。スキルの特徴はスキル1、5秒後に爆発する手榴弾を投下、直接敵に投げつけることで即時爆発も可能、敵にヒットすることでインを1つ獲得。スキル2は付近の敵を自動ロックオンし集中射撃攻撃、敵にヒットすることでインを1つ獲得。スキル3、狙撃体勢に入りインを消費することで最大4発高火力狙撃を行う、狙撃体勢は回避行動を取ることで解除可能。奥義、最大火力の砲撃、砲撃後インを4つ獲得。回避、ジャスト回避時にスロー発生。結構シンプルなスキル構成で、スキル回しに関しては奥義からスキル3で4発高火力狙撃となっております。またスキルボードを開放していくことでスキル1による防御力低下や飛距離を伸ばしたりすることが可能となってます。それでは実践していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずスキル1で防御力低下させて他のスキルと組み合わせていく感じですかね。ただやっぱりちょっとこうクールタイムが考えものですね。でスキル3が貫通するんで、これうまくね組み合わせられると強いかなっていった感じ。あ、やべ直接当たんないとこんな感じになるんね。スキル2がやっぱ個人的には嫌いじゃないかな。よいしょ、うまいことスキル1とスキルを合わせたい。こんな感じで、おお、殲滅した。あ、そうでもない、スキル1がしっかり入ってなかったのかな。もうちょいまとまんねえかな。よっ、これでスキル3はどう？わ、強いね。まあ、こういう組み合わせでうまいことやれれば使えなくもないかな。ただクールタイムだな。ちょっとクールタイムの管理が難しいかもしれない。ただこのスキルボードを解放していくと割とバフ的な効果が付与されていくんで、まあメインでやっぱ使えないかもしれないなこれは正直ね好みがあると思うんで、絶対使えませんとは言えないんだけど、なんかこう綺麗に収めたい。これってこうで、さらにスキル3でこんな感じ。難しい、評価しにくい、察してくださいっていう感じかな。使用感はスキル1の防御力低下付与とその他のスキルを組み合わせて敵を殲滅していく感じ。スキル2の集中射撃が割と威力高めで引き打ちもできるので敵の攻撃を受けにくく扱いやすいですね。スキル3の4連撃後に奥義発動、さらにスキル3の4連撃といった組み合わせもできるので火力の高いスキル回しが可能となってます。ただ難点としてはスキル1スキル2ともにクールタイム12秒と割と長めに設定されているので、全希望を使っていく場合はスキル1、2の組み合わせでどれだけ敵を殲滅できるかがポイントになります。育成でどこまで火力を上げれるかが肝ですかね。スキル回しが火力に特化しているものの射撃体勢に入ってしまうので、大きな隙ができた時に生かすように工夫した戦いが必要になると思います。そして全希望天狗には水光全希望天狗という A ランクキャラが存在していて、
簡単に特徴をお伝えすると、ビットを生かした攻撃による中距離攻撃サポートタイプ、集中範囲攻撃や束縛可能な攻撃など、 B ランク追炎前期棒と比べると火力もさることながら束縛も可能で、束縛からのビット攻撃は殲滅力も高く、パーティーに加えておくだけでいつの間にか敵がいなくなっているケースが多いです。さらに追随する形でスキル3の貫通砲撃も備えているので、育成次第では使えるキャラに変貌します。それでは実践したいと思います。はい、それでは水耕前期棒 A ランク使っていきたいと思います。まずはよいしょ、ジャスト回避でもああやって束縛させることができるんですよ。これなかなかいいよね。よし、じゃあスキル1でよ、はい、まとまったところに打ち込むとあんな感じで一気にね束縛できますと。で、束縛したところにスキル2のビット攻撃だったり、こうやってねスキル3でね打ち込んでいくっていう感じですかね。スキル3強えな、燃費が悪い。でももうジャスト回避で束縛ってなかなかいいですね。よいしょ、間違えた、危ないうまいところ行ってくれ。こうやって、はい、うわーすげえよくわかんなかったすげえ、でもあこれ気持ちいいわ、どんどん敵解ける。これ育成したらどれだけ強くなるかな。強いぞ。いやー、なんかね B ランクの前期棒と比べると全然違うね。これで A ランクだもんね。 S ランクぐらいの強さあっても良さそうだけどね、これ。まあ、このゲームあんまランク関係ないからな、言ってしまうと。うわーすごい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 。ただね、エネルギー管理がやっぱ重要だね。燃費が悪い、バカみたいに打ってると何もできなくなっちゃういやすごい強い、使いやすい。そして刃が可愛いいいね。水耕前期棒天狗のさらに上位互換が出てくる別キャラが出るのが11章から12章の間なので、それまでは十分使い続けるキャラかなと思います。個人的には上位互換の別キャラが出てきても水耕前期棒を使うかな。前期棒を使う前提の場合はどっちの方が良いかというと、もはや A ランク一択になります。もし入手したら A ランクの水耕前期棒天狗の育成をおすすめします。ビットの集中範囲攻撃や束縛は乱戦になりがちなシーンではかなり力を発揮すると思います。ということで、簡単ではありますが初回から使える B ランク追炎前期棒天狗の特徴と上位互換ガチャキャラ A ランク水耕前期棒天狗についてお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。B ランク追炎前期棒天狗はスキル2の集中射撃や火力特化型のスキル回しのため工夫した戦いが求められるキャラなので、難しさはあるかなといった感じです。おすすめは A ランク水耕前期棒天狗です。次回はポセイドンについてお伝えしたいと思います。チャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見てください。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。